これがまず一つ。でもう一つ高校の問題に入りますと、実は千葉県では大きな問題と私は感じているのは水産高校の問題があるんです。皆さんええと思うかもしれませんけども、千葉県はもう今水産高校と名乗る学校は一つもありません。ちょっと昔はですね、北海道は3校、そして千葉県も3校あったんです。つまり全国で水産高校を3つ持っている都道府県というのは北海道と千葉県しかなかったんです。ところが北海道は今でも水産高校は3つあるんです。はい、小樽水産と函館水産と厚岸、まあ昔水産だったんですけども、普通科を入れて厚岸商用高校、うん、で千葉県も阿波水産、銚子水産、そして勝浦高校漁業科になりました。で3校なんです。でこういう水産県、千葉県というのは北海道と同じように水で囲まれてますから、江戸川、利根川の淡水と、そして東京湾と外房との海水と、まさに北海道、沖縄、そして千葉はまずは水の国なんです。水で囲まれた県ですから、淡水魚を含めてですね、漁業が盛んだったんです。でそういうところを担っていったのが、まあ水産高校の子どもたちであり、彼らは外洋、外の海に出て航海士になったりですね、活躍していくわけです。でこういう中で、例えば阿波水産は立山総合高校という形で水産の言葉はなくなり、銚子水産は銚子商業高校の中の水産科という形で、なかなかプライド持てませんよね。悪いですけども、ですからそういう状況の中ですから、私は県立海洋学園高等学校、立山校、銚子校と、まあ、距離は離れてますけども、2つを1つの高校にしてきちんと経営方針、統一した経営方針のもと、もう一つの水産教育を復活したい。でなぜ北海道は3校とも残っているか、これ理由は簡単なんです。それは単独の水産高校となる水産高校を持っているのは全国で25都道府県です。25の都道府県が持っているんです。でそのうちの 72% がみんな漁を持っているんです、はい、つまり水産高校に漁を付属させることでいろいろな地域から人を集めた。だから彼らは今まで頑張って保っているんです。ですから千葉県は何が足りなかったかというと、漁を作った。漁を作らなかったために、立山とか銚子とか今人口減少地域のところですから、なかなか生徒が列車に乗って通学できない。だからどんどん減っていった。だからそういうなんていうんですかね、教育行政の無策っていうのは失礼ですけども、もっとちゃんとやってれば千葉県のいろいろなところでそういう水産に対しての希望を持っていることは中学生いるはずなのに、通えないということで進路変更している子がたくさん潜在的にいるはずなんですね。それをやっぱ保留法して、例えばお隣の茨城県の水産高校は何をしているかといいますと、全国募集しているんです。えっと思うかもしれませんけども、茨城県の隣の群馬や栃木や埼玉は海がないんです。でそういうところにいる子たちで、海に憧れている子たちは茨城県の水産高校に進学できるんです。でそして教育委員会が、茨城の場合は学校が斡旋して下宿を、まあ、探してる。でそれを公に認めてるんです。ですから彼らは何が何でもその水産高校の看板を外さないと、この意思で頑張った。とか千葉県はあっさりと水産高校の看板を下ろしたと。これは私はっきり言って怒ってるんですけども、やはり私が知事になって復活させなきゃいけないなと。まあ次の知事になる人は誰かわかりませんが、そういう方向性は多分ないだろうと、うん、やはり教育のそういう千葉県のその水産というものに対する復興といいますか、まず高校生から、そしてそれを中学生の意識を変えることで、中学高校とやはり後継者を育てていく、これはやはり教育の大きな役割だと思っています。ですから私は水産高校を復活させ、かつ寮を作る
これは私の一つの世代です。で、次は二つ目、工業高校です。千葉県の工業高校で学ぶ公立高校の生徒は 4% しかいないです。4% です。つまりほとんどの子は工業高校には行かない。大半が普通科です。千葉県は普通科は 80% 超えてますので、全国一普通科の多い県なんです。普通科ばかりなんです。で、私が住んでいる松戸、統括地域は、工業高校で学ぶのは工業高校1個しかありませんから、清水高校という、これは農業科も入ってますので、単独ではありませんが、そこで学ぶ生徒だけなんです。そうすると、統括地区は 2% しかいない。工業高校で学ぶ生徒は 2% ですよ。県全体は 4% ですけど。極端に人口が多いのに少ない。で、周りにはたくさんの工業団地があるのに、そういうニーズに応えられない。ということですね。で、じゃあ全国はどうかというと、全国の工業高校で学ぶ生徒の割合は 12% ある。そんなにあるんですか？そうなんです。東京だって 17% ですよ。ですから、全国はやはりね、日本のそのものづくりっていうこと、日本はそのものづくりで世界の冠たる地位を得てきたんだという意識がありますから、やっぱりどの県も自分の国の、あの県の産業をね、やはり維持していこう、豊かにしていこうと、みんなやっぱ工業高校を作るんですよ。だから 12% の高校生は全国ですよ。工業高校で学んでるんです。千葉県は 4%、3分の1です。で、統括地域はさらに少ない 2%。だからこういうような現状を考えたときに、本当にこれで千葉県将来いいんだろうかと。しかも千葉県の流山というところは全国で2番目に人口増加の激しいところなんですよ。だから人口が増えてるのに、周りは全部普通科なんですよ。私率はね、99% 普通科なんです。で、統括地域 85、86% が普通科になる。そうすると統括地域の中学校を卒業する子は普通科しか選択できないでしょ。だから多様な子が多様な進路を取れない。やはりこれもやはり教育 のアンバランスといいますかね。やはり千葉から一番遠く離れた統括地域っていうのは、まあ教育上も見捨てられたきたんじゃないかなっていう、まあこれひがみ根性ありますけど、やはりもう一度子供たちに物を作る、そういう気風をやっぱり育てない。で、これは工業高校の校長たちもみんなそう思ってます。ところが、なぜか、工業高校は一番お金かかるんですよ。維持費が。電気代だ、水道代だ、高額な機械を入れる、コンピューターを入れる、高額な印刷機を入れる。工業高校を維持することは非常にお金かかる。だけど、普通科はお金がかからないです。わかるでしょ？だから、工業高校を作るよりも普通科を作った。だから1964年の東京オリンピックの時からもう今日まで千葉県は工業高校を作っていません。お隣の茨城や埼玉は新設の工業高校を作ってるんですけども、その間に千葉県は一つも作りませんでした。これがこういう惨憺たる、まあアンバランスといいますかね、普通科中心で、まあ工業高校、商業高校、もうそうそう、また水産がなくなってしまったという、こういうことでいいんだろうか。まあその辺のやっぱ問題意識が強くありまして、これは私が言わない限り誰も言わないだろうと。確かに、すごく重大な視点ですね。海が周りにあるのにもかかわらず、水産高校がなくなり、また工業地帯でもあり、大消費地、東京のすぐ近くにあるというポテンシャルがあるのに、工業高校もないということで。そうですね。はい、多様な進路を選ぶ、若者たちの、可能性が生かされてないという状況が、ね、今お話をお聞きして改めて、分かりました。それはその生徒、はい、生徒一人当たりの教育費が低いということの反映でもあるんです。なるほど。うん、やっぱ教育にやっぱりお金をかけなきゃダメですよ、千葉県は。本当ですね。ああ、そうなんです。すごく説得力のある現場を見てこられた皆川さんのお話でした。